ラパーマっていう種類の猫ちゃんで、名前はそのまんまラパって言います。営業終了後で、片付けようと毛を取ろうと思って掃除する台の上に置いて、掃除する道具を持ってきて振り返ったらお布団に入ってるような、これ飼育員の手作りのお布団なんですけど、まさかこんな人間らしく枕も含めて使ってくれると思わなくて人間らしさがにじみ出てるところがお気に入りです。